今からですね、土曜日阪神11レース第68回毎日杯 G3 の開講をしていただきます、はい、よろしくお願いいたします、はい、まずですね、はい、毎日杯は、芝の 1800m G3 です、はい、めちゃまずね、走破時計すごいな、はい、1分43秒9ってこれ、はい、まずあのレコードって皆さんご存知でしょうけど、ご存知ですけど、2歳とそれ以上じゃないですか、うん、3歳だけのレコードってないんですよ。3歳っていうのはもうコバと一緒になってしまうんですよ、はい、だからこのレコードって誰のレコードを破ったかって言ったらダノンファンタジーですよ。あ、高松の宮記念出てきてたダノンファンタジーのレコード、これダノンファンタジーがローズステークスでなんですけど、ローズステークスって野芝のみなんですよ。あ、洋芝のオーバーシートないんですよ。だから時計早いになるんですよ、はいはい、そのババの今回オーバーシートですよ。まあさすがに確かに1分32秒台とか出てるとかいう話はしてたけど、まあ、その良好な馬場レベルが下地にあるからこそ出た時計っていうのは否定しませんけど、それでもですよ、ね、ダノンファンタジーの時計を破って、しかもこれね、日本レコードグランデッツァ、これ京都なんですけど、はいはい、これも京都の秋なんですわ。京都の秋って春っすよ。え、春っすよ。ごめん、春か。あのなんとかステークスですよ、都大路ステークス。そうか、あ、ごめん、あの時もベラボーに時計早かったんですよ。早かったっす、うん、なんでそのレコードにタイレコードって驚きっすよこれ、うん、全然違いますもんね、うん、これ3歳のこの時期でね、うん、レース前の戦前の見解を言うと、シャフリヤールは今回直線に急半のあるコースが初めてやったから、はいはいはい、それをこなせるかどうかっていう課題は1個だけやったんですよ、うん、それに対してグレードマジシャンは、うん、右、ま、その同じく直線の急半のコース初めて、はい、それと右回りも初めて、はい、あと関東馬なので関西への輸送も初めてという3つ課題あったんです、はいはい、で加えてグレードマジシャンはレース前の調教師のコメント見てください。今回は馬体が少し減っての気球ってコメントしてたんで、うん、今回馬体重ちょっと注目してたんですよ、はいはいはい、ほんならマイナス8でしょ、輸送もあるわけじゃないですか、はいはいはい、これやっぱあのシャフリヤール頭で買いたいっていう風に私は思いまして、ね、はい、安いけどこれ馬単をあのだからグレードマジシャンなんでね3連単いかんかったかっていうことはね、これ馬券の組み方、あの馬券の組み方としてぜひちょっと勉強したいところなんですけど、はい、普通やったら私シャフリヤールを1着に固定してグレードマジシャンを2、3とかにします、のその裏表の3連単フォーメーション馬券を2枚持つっていうのをよくしますけども、グレードマジシャンの人気がすごすぎるのと、あとシャフリヤールだってダントツの2番人気やったでしょ、はってことは、その裏表の馬券を買った時にグレードマジシャン3着に負けたらでかいけど、2着やったら点数多くなりすぎて、うん、3連単やったらちょっとうん、あれなんですよ、回収率という意味で の, あ の,、はいはい、あのなんやろ、物足りなさっていうか、うん、その見返りの悪さ、期待値の低さを感じたんですよ。だから馬単にしました、はいはいはい、馬単まず当たり前ですけど総流し買ってこう上乗せとかしていってグレードマジシャン最後ボンなんですけど、はい、それやったら配当的にグレードマジシャン飛んだ時は金額少なくても全然見返り大きかったし、でグレードマジシャン来たら、まあ、まあ安いけどもがっつり取れるっていう買い方をしました、はいはい、うん、なので今回はあの3連単じゃなくて3あの馬単に行った理由はそういうことです、うんうん、なるほど、うん、いやでもそれにしてもこれね、そのシャフリヤールのコメントを見ると勝ちきれて何より、はい、今回は勝たなかったらいけなかったってことは多分サツキ賞出てきます、これこのコメントってことは。だってダービーまでやったら、次青葉賞とか出れるわけじゃないですか、はあ、でも勝たなければいかなかったっていうことはどういうことかって多分サツキ賞出てきます。サツキ賞出るには2着では賞金足りんかったと思うんですよ、はあはあ、なので勝ったらサツキ賞出れるじゃないですか、うん、という意味だと思います。で逆にじゃないわ、グレードマジシャンはもともとここからね、サツキ賞はもう出ないっていうことを最初から言ってたわけやから、はいはいはい、青葉賞出んのかな。だって今のままやったら賞金足りひんからね、ダービー出られへんから。あ、2着ダメなんだ。ダメ、このあそうか、900万に2着か。でもちょっと厳しい、出れる可能性もあるけど、ダービーぶっつけはないと思います。これは使わないとだかんと思うから、多分あの青橋を使うと思います。これでマイナス8きついですね、うん、見た目もちょっと細々に見えましたしね。ただ次は東京やから、まあ、輸送がないじゃないですか、うん、という意味で、まあ、あるけど短いじゃないですか、はい、だからそこで増えてきたらええけどってことですね、うん、そうですね、そういうとこですね、うん、はい、うん、まあ確かにね、まあ、1006も悪くないと思うけど、やっぱあのホースマンたちっていうのは2000、うん、あのダービーを目指すんで、はいはいはい、そこはないですね。まあ確かにこれが松田国秀調教師やったらマイルカップ肩叩いてダービーですわ、はい、そのいいと思います。そのローテーション確かに忘れてた、うん、松田さんも引退してしまったから、確かにそのローテーション忘れてたけど、でもそれはありちゃいます、うん、うん、
宮田調教師がそれをできるかどうかやね。ちょっと、うん、いや松田邦弘調教師は絶対そのローテーションするわ、ね、確かにいいね。ずっと吸ってました。西郷さんのその案を取り入れるなら、うん、西郷さんちゃいますわ、ごめんなさい、誰やったっけ、西郷さんか、ちゃう、誰や、NHK マイルのこと書かれてるの、ガッキーさん、すいません、ガッキーさんの案を取り入れるなら NHK マイル叩いてダービーですよね、うんうん。あとまあそうか、根調教師もディープスカイでやってるな。ああ確かにそうですね、うん、はい、うん、はい、あとはあとまあ3着に負けましたけど、プログノーシスも、前走が道悪やから、まあ、道悪の中での2分2秒0 は、 あの遅くないって話はしましたけど、内回りコースで上がり35秒1じゃないですか、はい、それが今回外回りになって一応34秒1と1秒詰めたわけじゃないですか、うん、これは分からないわけやから一応一つの、まあ、進歩と 見れますよね、はいはい、あ同じように4着のルペルカーリアも同様ですよね。前走が道悪やからやっぱ数字平凡じゃないですか、うん、で、上がりも35秒8と36秒0止まりあったわけで、うん、今回どうかっていうのは分からんかったところを、まあ、4着とはいえそれを大幅に詰めてきてるっていうのは評価していいんじゃないですか、うん、まあ、この前のところの場合は決闘で売れるからね。そうですね、うん、だからやっぱ今回とか絶対買いたくない馬やったけどね、森さんがやっぱ上がりあんま早いの使えない馬ですけどね、うん、そうよね、うんうん、まあ、だその中では一応詰めてきてるから、うねうん、まあまあ そこそこの活躍は期待できますよね。はい、確かに見た目めっちゃかっこいいですもん、ルペルカーリ。あ、まあ、めっちゃかっこいいですもん。黒かけかなんかする。黒か司会式って書いてあるんですけど、見た目結構かっこよくて、これなんか人気出るなって感じの馬ですね。うんうん、はい、であとね、うん、いやウエスタンバードね、今回の競馬の結果見たら、ウエスタンバードの国本優作騎手のコメント見てもらったら、最後も止まらずに同じペースで走っていたってことはどういうことかって、スタミナはあると思って書いてるでしょ、うん、どういうことかって言ったら瞬発力はないっていうことなんですよ、これ行間読むとね、うん、ということは上がり34秒前半とかを要求される競馬はダメで、小回り行ってくださいってことです、うんうん、ローカル行ってくださいってことですね、はい、うん、はい、であとね2頭触れたいのはダディーズビビットとロジローズ、これ両方とも、もう少し短い距離の方がいいって言ってるんで、うん、距離短縮にこの2頭は注目しましょう。ダディーズビビットもロジローズも両方とも上がりなし持ってるんですよ、はいはい、両方とも上がりなし持ってるから距離短縮してきたら見直し聞きますよ。なるほど、はい、はいはいはい、まあ、レベル高そうな気がしますけどね、皆さん確かになんか結構気になってますけど、うん、うーん、割といやいや高いですよ、この時計やし、いやだってグレードマジシャンの前走だって、はい、あのシャフリーアールの前走だってこれ相当強いレースじゃないですか、なのでこのワンツーは両方とも相当期待していいと思います。だからグレードマジシャンだってその3つも課題がある中でのわずか首差2着ですから、負けたとはいえね何も悲観することないですよ。うん、うん、確かに、うん、はい、以上ですね、はい、確かにね、サンデーレーシング両方ワンツーやからね確かにね、はい、ありがとうございます、はい、まあでもそれはね、サンデーレーシング両方ワンツーやけど、片方はもうサツキ賞出なくて、片方はサツキ賞出るっていうちゃんと分けてるとこは偉いですよね。うん、走りすぎて反動怖い、まあ確かに時計がまあまあまあその通りですよ、だって川田騎手が少し無理をして動いてもらったって書いてるってことは馬に負担いってますからね。あ、うん、そういうことです、これ川田騎手のコメントってそういうことですよ、これ行間読んだら、うん、まあでも詰まったローテーションでなりますから、次皐月賞って、うん、それは不安ですね。でしかも次また関東への、こっちは関西部やから長距離輸送があるわけじゃないですか、嫌、うん、ですよね。なるほど、うん、はい、でも出そろいましたねこれ皐月賞メンツ、うん、面白そう。エフフォーリアは直行なんですか、どこに直行なん、皐月賞でしょ、でしょ、なるほど、でしょ、じゃあエフフォーリアも人気しますね、うん、今コメントでの、うん、共同通信でこんだけ知ると、うん、面白そうですね今年はクラシック、うん、はい、はい、そんな感じで以上です、はい、はい、というわけで以上第68回毎日杯の開講でした、ありがとうございます。